隅田川が焼き討ちにした東大寺の再建に尽力した長元と陳和家についてお話しします。1181年1月15日、平の清盛の命を受けた平の重衡率いる兵士が、東大寺、現在の奈良県奈良市増子町、興福寺、現在の奈良県奈良市上王子町の寺院などを焼き討ちにします。興福寺は全焼し、東大寺も二月堂、法華堂、手貝門以外は大半が焼け落ちました。後白河上皇は直ちに、大仏殿や伽藍が焼かれた東大寺の復興の意思を示しました。1181年5月23日、長元が藤原の行隆の元を訪ね、東大寺の焼け跡を見て回ります。その惨状を見た長元は悲嘆に暮れました。涙しました。そして復興への肝心を決意しました。1181年9月頃、後白河上皇は東大寺大勧進職に長元を任命する宣旨を下します。長元を中心に南宋出身の後人の陳和家などが大仏の鋳造をはじめとする復興にあたりました。1181年11月14日、長元が後白河上皇の勅許を得て東大寺再建のため京都寺を勧進して回り始めます。まず後白河上皇、そして、公開門の、公家門院の別途ですね。その後は女院などから、銅、銭、黄金などの奉加を受けました。1182年、8月23日、長元が陳和家と共に焼け落ちた東大寺大仏を前にして再建計画を立てます。1183年3月頃、東大寺大仏のお首の土の原型が出来上がります。1183年3月6日、陳和家を含む以下の21名が東大寺大仏の右手の鋳造を完了させます。南宋人の芋の氏が7名ですね。陳和家と和家の弟の、日本語になんていうのかわからないですけど、チェンフォーショーですね。そして、日本人物師の14名、草壁の、オレスケ、そして草壁スケーノブですね。1183年5月12日、陳和家などが東大寺大仏の仏塔の鋳造に着手します。1183年5月22日、陳和家などが東大寺大仏の頭部の鋳造を完了させます。1183年6月10日、陳和家などが東大寺大仏の目や鼻などの仏顔を完成させます。以降は表面の桂馬と荘厳の作業に入り、移りましたと。用いられた木炭は 18,823.4kg 程度、純空銅は 6,000kg 程度でした。荘厳には、メッキと箔押しの2つの技法が併用されました。第83世東大寺別当定期は、チンをねぎらい、牙1匹、そして上着布を10匹を送りました。またこの日、九条兼実は、新骨砂利、一粒を水晶古塔に収め、鋳造の終わった大仏の頭部内に納入しました。1183年6月19日、陳和家などが東大寺大仏のお顔を完成させます。1184年2月18日、陳和家などが東大寺大仏の左手の鋳造を完了させます。この日、藤原行隆は九条兼実のもとを訪れ、左手の鋳造が完了した旨と、当初は日本人芋の師を作業に加えたことに対し、南宋人芋の師が不快感を示していましたが、長元の取りなしにより落着したことについて報告しました。1184年6月頃、東大寺大仏のメッキ料を源頼朝が1000両、そして藤原秀衡が5000両を献納します。献納すること自体はですね、この8ヶ月前に決まってはいたんですけれども、だいぶ遅れての納入となりました。1184年8月1日、藤原秀衡が九条兼実の元を訪れ、東大寺大仏の大部の、鋳造が完了したことを報告します。さらに翌月中には仕上げと表面の荘厳、その後開眼となるだろうという見通しを述べました。はい。1185年4月8日、源頼朝は長元に米、150万キロ、そして砂銀が1000両、上着布が1000
1000匹を寄進します。寄進を約束してから8ヶ月程度経っての納入でしたと。あ、これ逆やね。これこっちですね。はい。1185年5月28日、長元は九条兼実の元を訪れ、あらかじめ手配されていたシャリ三つを収めた五色の五輪刀を、軽薄文とともに五色の錦袋に入れたものを受け取ります。長元は間近に迫った東大寺大仏の開眼準備のため、大仏の体内に収めるシャリを集めていました。1185年7月7日、源義経、そして平の宗盛、平の清宗、平の重衡が、に対し、気楽を命じます。宗盛清宗は、立花の君長、そして宇佐美実政によって護送されました。また重衡は前年から加納宗茂の屋敷にいましたが、なんと州都の要求により、なんとに引き渡されることとなり、源頼兼を護送しました。義経は鎌倉を立つにあたり、関東において恨みをなす輩は、義経につくべきと発言しました。まあ、これに対して頼朝は怒ったわけですね。1185年4月20日、南都の使徒の要求により、平重衡の身柄が東大寺の使者に引き渡されます。1185年7月21日、平重衡が法然と面会し、受戒します。その後、現在の京都府木津川市木津宮の裏付近にて、この世の名残として柿を食べた上で斬首されます。その後、般若寺、現在の奈良県奈良市般若寺町にて、教師されました。以上です。